店長、暇してる？昔はこの街も賑やかだったのに、すっかりオフィス街に変わっちゃったね。今じゃこのお店と一緒、ガラーンとしちゃってるもんね。店長、このお店大丈夫なの？サイズもぴったりだったので、つい着てしまいました。でも、可愛い服ですね。この服は、どんなキャラのコスプレ衣装なんですか？ところで、コスプレって何？コスチュームプレイの略ですよ。仮装してその人物になりきることを一般的にコスプレと呼びます。じゃあ、あやちゃんは、この店のコスプレをしているってことかな？その服、昔のこのお店の制服だよね。この服、この店の制服なんですか？ウェイトレスさんみたいな服ですが。一時期お店の経営がピンチになった時に、カフェコーナーを併設しようってことになったんだよね。カフェコーナー？そんなものがあったのですか？オタクショップなのに。店員さんも少なくなっちゃって、今はもうカフェコーナーはないんだよね。その服はその頃のお店の制服だよ。カフェか。確かにこの店はアンティークな雰囲気が強いから融和性は結構高いな。ああ店長、お邪魔している。この店でコーヒーを飲みながら、どのエアガンを買うかじっくり選ぶ。そんな午後も悪くないかもな。店員さんがいないから、カフェコーナーは開けないんだよね。残念だな。落ち込むんじゃない、店長。私たちも、何かこの店が活気づくためのアイディアを考えるから。そうですね。商品を充実させるとか、方法はあるはずです。そうだね。何か売れそうな商品がないか、私見てくるよ。魔境ですか。整理整頓はきっちりするべきだぞ。見つけたよ。なんか面白そうなアニメ映画を見つけたよ。スチームコレクターミンク。え？こんな作品、私知りませんよ。私も日本のアニメを見たことは何度もあるが、この作品は知らないな。名前を聞いたことはあるような。この作品を見た思い出はないよ。本当？私、全然思い出せないよ。そう言われても。思い出そうとしても無駄ぴょん。みんなの心の中から思い出が消えているぴょん。そうだぴょん。作品を見たという思い出が世界中のみんなの中から消えたから、この作品のことを思い出せないんだぴょん。思い出が消える。あれ、あなた誰ですか？僕の名前はねじれうさぎ。皆さんご存知の通り、この店の看板マスコットだぴょん。ふーん、そうなんだ。いや、ちょっと待て。なんでうさぎのぬいぐるみが空中に浮かんでいて喋っているのだ？そういえば、何これ？いくらなんでも反応が遅すぎるぴょん。この店のマスコットぐらい知ってるはずぴょん。
昔プチブームにもなったことがあるウサギ小屋本舗のマスコットねじれウサギ、通称ねじウサ。そのことを説明するよりも先に、まずはみんなに今この世界で何が起こっているかを体感してもらうぴょん。さあついてきてもらうぴょん。みんなの心の中から思い出が消えた世界、スチームコレクターミンクの世界へ。何が起こってるの。吸い込まれる。これは一体、キャー、何が起こっているんだ。世界？確かにここはお店の中ではないようだが、あのアニメ映画の世界の中か？敵に見つかったピョン。説明している暇はなさそうピョン。ウイルスがやってくるピョン。何あれ、ウイルス？さあみんな変身するピョン。変身？何言ってるの。私たち魔法少女じゃないんだよ。展開が急すぎてついていけません。イズミ、君ならきっと覚えているはずぴょん、この作品の思い出を。私思い出すんだぴょん。僕はずっとぬいぐるみの姿で見ていたぴょん、イズミのことを。この作品の思い出を少しでも思い出したら、この言葉を叫ぶんだぴょん。メモリアルチェンジ。この作品の思い出、店長、お兄ちゃんとこの作品を見た。泉、危ない。その生物がお前のそばに。泉さん、思い出した、思い出したよ、この作品のこと。確かに私この作品のこと覚えてる。メモリアルチェンジ。この姿って成功ぴょん。早速戦うぴょん。心の武器メモリアルウェポンを使ってウイルスを倒すんだぴょん。よくわかんないけど、やっ、来るよみんな、準備して。私は、この作品を覚えている。私も思い出しました。なぜ
今までこの作品のことを忘れていたんでしょうか。説明は後だぴょん。まずはイズミンに加勢するぴょん。叫ぶんだぴょん。メモリアルチェンジって。メモリアルチェンジ、メモリアルチェンジ。この姿は、私たちは。この姿ならきっと泉と同じように。さあ、三人の力を合わせてウイルスを倒すんだぴょん。ここは通さない。聖なるカゴ、絶対守るから。メモリアルバースト。そこ行くよ。よいしょ。仲間に国境は関係ない。そうだろ。なんとか倒せた。やったぴょん。とにかく全部説明してくれるんだな、ネジウさん。もちろんだぴょん。まずはこの世界から脱出するぴょん。店長も待ってるぴょん。え、お店に戻れるんですか。僕の力があればお茶の子さいさいぴょん。僕のそばに近寄るぴょん。も、戻ってきた。あれ、店長さんはずっとお店の中にいたんですよね。なぜ私たちが戦っていたことを知ってるんですか。あとはみんなの様子を映しているから、店からみんなの戦いっぷりを見ることができるぴょん。転移ゲート、なんだかよくわからないけど、とりあえず何がどうなっているんだ。そうだよ、ちゃんと説明しないと何が何かわけわかんないよ。ゆっくり説明するぴょん。まずはみんながいたのはスピン作品世界。その作品を模した世界のことだぴょん。実はこの世には作品の数だけその世界が存在するぴょん。ごめん、半分も理解できない。もっと砕けた言い方をすると、この店の中から作品の世界の中へと入ることができるぴょん。じゃあ今言った世界も作品の世界の中ってこと。まあそう思ってくれてもいいぴょん。作品の中の世界、それが作品世界だぴょん。そしてその作品世界に取り付いて、みんなの心の中から思い出を消す存在がいるぴょん。見た記憶はあるのに内容を思い出せないアニメ、そんな作品に出会った経験はないぴょん。確かに経験あります。その現象はウイルスによって引き起こされているものなんだぴょん。さっきみんなが戦ったやつだぴょん。この世界に存在するありとあらゆる漫画、アニメ、ゲーム、その他もろもろ、ほとんどの作品にウイルスはいるんだぴょん。それってつまり。そう、ウイルスによってみんなの心の中からありとあらゆる作品の思い出が消されているぴょん。このままでは秋葉原が、いや、世界が大ピンチなんだぴょん。この衣装大好き。素敵な衣装ですね。とても良いな。私は好きだぞ。
ベント開催中だそうです。イベント開催中だよ。イベント開催中だ、受け取ってくれ。イベント開催中だよ。ごきげんよう店長、本日のログインボーナスはこれよ。おはよう。朝早すぎない？ちょっとどこ触ってるの？私は家で犬を飼ってるんだ。柴犬で名前はポッチーだよ。好きな食べ物はたい焼き。あんこよりもカスタードが好きだよ。ちょっとどこ触ってるの？お客さんとも仲良くなりたいな。このままでは秋葉原が。ほらほら見て店長。ちょ僕が真面目な話を。いやー、メモリアルチェンジって叫べば変身できるって分かったから、こっちでも変身できるかな。来なさい、メモリアルチェンジ。とっとと片付けるわよ。切る。やっ。
仕事、お仕事を、私にくれるの？ありがとう。これうちにぴったりやな。この感覚間違いないぴょん。きた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 。ゲットだぴょん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 。これうちにぴったりやな。何をなさるんですか。いい時。何をする？何をなさるんですか？いい度胸をしてますわね。ちょっと何すんだよバカ。にゃあ、店長がいじめるにゃ。店長さん、あんまりいたずらしちゃ嫌やで。え？どうしたの？